ヒロヒロ探偵団。南無西方極楽世界本願聖衆神阿弥陀仏。数日前、おばあちゃんが死んだ。祖母は私にとても厳しい人だったけれど、そこには愛がある人でもあった。父も母も泣いている。そしてそれは私も同じ。祖母の死は18歳の私には受け止めきれないほどのショックだった。なのに。ちょっと。あの子笑ってない？ごめんなさい。私はどうしても笑いをこらえきれず、途中で抜け出した。喪服で走りながら笑う人なんて今まで生きてきて見たことがない。でも私はそうなのだ。笑いが止まるまで走り続ける。そして気づいたら随分遠くまで走ってきていた。私、最低。ひとしきり笑った後は大きな後悔と悲しみが押し寄せてくる。どうしてあんなに笑っちゃったんだろう。おばあちゃんが死んで悲しいのに、ひたすら笑ってひたすらに泣く。私は壊れているんじゃないだろうか。祖母に対しての申し訳なさや、自分自身に対しての怒り、いろんな感情が湧いてくる。ヒロミどこ行ってたの？おばあちゃんのお葬式で笑うなんてあんたは。別にヒロミだって笑いたくて笑ったんじゃないんだから、そうガミガミ言ってやるなって。だからって。ごめんなさい。私はずっと言えずにいる。自分が笑ってはいけない場面で笑いがこみ上げてきてしまう。失笑恐怖症だということを、笑ってはいけない場面で笑ってしまうようになったのは、記憶している限りでは4歳の頃だったんじゃないかと思う。なんで嘘つくんだい。ごめんなさい。本当にあんたはお母さんとおばあちゃんに嘘ついておやつなんて食べて、どうしてあんたはそう嘘をつくような子になっちゃったかね。あんた何笑ってるの。何がおかしいんだ。おばあちゃんのことをバカにしてるんだろう。そうやって人をバカに。お腹痛い。いい加減にしろ。あんたみたいな子は押し入れに入っていなさい。反省するまでそこから出さないからね。あの時のおばあちゃんの目は今でも忘れられない。とんでもない化け物に面を食らったような、そんな顔だった。どうして掃除当番サボったんだ。忘れました。すいません。本当にお前は遅刻も多いし、テスト中もトイレの回数が多いし、何なんだ。学校なんだと思ってる。何笑ってるんだお前は。我慢できない。笑うことじゃないだろう。正直学校は嫌いだった。テスト中に突然笑いがこみ上げてきたり、授業中に先生に当てられようものなら笑ってしまう。だから遅刻も多かったし、そのせいで先生から怒られている途中も笑ってしまう。私はおかしいの？自分が異常なんじゃないかと思い始めてからは不安でたまらなかった。そしてスマホで検索をかけた私は、失笑恐怖症。こうして謎の現象の正体を知ったの。なるほど、それで人間関係にも支障が出ているということですか。はい、そうです。笑ってはいけない場所で笑ってしまうから、友達に誤解されてしまうことが多々あった。後で説明しても納得してくれる子はほとんどいなかった。そしてこの間のおばあちゃんのお葬式の件だ。だから私は親に内緒でクリニックに来ている。友達が失恋して泣いてる時とかに笑っちゃったり、テスト中も笑いがこみ上げてきて我慢できなくて成績も悪くなる一方なんです。それからおばあちゃんのお葬式で悲しいはずなのに笑っちゃって怖いんです。そういう場所に行くのが。なるほど。医学的に明確な定義や診断基準は確立されていませんが、支障が出ているのでしたら対処法が必要ですね。はい。支障恐怖症というのはですね、緊張状態やストレスから逃れるために笑うことで体が対象から解放されようとしているんですよ。いわゆる自己防衛本能のようなものです。つまり笑ってしまうとき、私は緊張とかストレスを抱えているってことですか。そうです。笑うことで失敗するのを恐れていることにストレスを感じて笑ってしまうという悪循環に陥っている人もいるので、笑わないようにと我慢するのは逆効果ですよ。そうなんですか。こういう類のものに薬はありませんが、簡単なのは素数を数えてみたり、100から7を引いていくといった意識を別に向ける方法をお勧めしています。私やってみます。なんだか道が開けた気がした。治療はできないけど対処法があるだけで全然違う。どうして失笑恐怖症って分かってからすぐにクリニックに行かなかったんだろう。はい、じゃあちょっとチクってするからね。頑張れ。はい、おしまい。頑張ったね。頑張ったね。ありがとうございました。私は結局親に失笑恐怖症だって言えないまま大人になった。今は小児科で看護師をしている。大人になった今も失笑恐怖症は治っていないんだけどね。就職する時に院長に失笑恐怖症の話をした時、小児科には不安を一人で抱えているお母さんばかりです。だから看護師さんにはいつでもニコニコ笑っていてほしいです。大丈夫ですよ。ありがとうございます。院長の言葉で受け入れてもらえる、そう思った。私はついに自分を受け入れてくれる場所を見つけた。今でも確かにたまに誤解されてしまうこともあるけど、話せばしっかり理解してくれる人間関係も見つけることができた。今はこの人生が楽しい、それで十分だ。さーて、今日のランチもニャンニャンのスタカレーにしますか。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。